ヒューゴサルムソンヒューゴサルムソンはスウェーデンの画家であるストックホルムに生まれた商人の父親の希望に沿って商業を学んでいたが美術に転じた1861年にスウェーデン王立美術院に入学し美術を学び1867年に留学の奨学金が与えられるロイヤルメダルを受賞したコペンハーゲンやデュッセルドルフで学んだ後パリを訪れ 16世紀や17世紀の作品を模写して修行した。1868年にパリにスタジオを作った。不仏戦争が始まったことにより数ヶ月ベルギーに避難したがパリを拠点とした。1870年からサロンドパリに毎回出展するようになった。後に北欧の芸術家が多く集まるようになってきたフランス地域を何度か訪れた。スウェーデンでは 王立美術院のメンバーに選ばれ、制作のためにスコーネ地方を訪れた時には、画家、美術品収集家として知られている、スウェーデンのエウシェン王子を教えた。晩年はうつ病を患い、ルンドのホテルで没死したのは自殺であったとされている。フランスのパリ郊外のクレーシュルロアンは芸術家の集まる村として知られ、1880年代は特に北欧の画家が多く集まっていた。 それに先立つ1874年、サルムソンが村に滞在したが、それはごく短い期間であったという、ありがとうございます。